陶芸家の渡辺拓磨です。今日は何作って何食べようか。日本の伝統的な器にはナマス皿、そばチョコ、お椀などがあります。お椀は漆丸ので、今回は割愛。ナマス皿は江戸時代からあるアイテム。直径5寸前後の深めのお皿。普段使いの器であったので、手仕事ながらラフな作りのものも多い。釉薬が縮れたり、適当な削り、雑な仕上げ、スピード優先のデザインなども。庶民クラスから贅沢品までたくさん作られてきました。もともと江戸時代に流行した時期で作られたため、時代的に備前産のものはない。しかし現代でも使いやすい。ないんだったら作ろう。というわけで、うちの定番品ナマス皿。菊練りしたら小分けにします。1つ 550g。 1つの塊から1つ作る玉ねぎ。一つずつ練るのは時間がかかるけれど、これが備前スタイル。乾燥しないようにケースに入れておきます。粘土の準備は OK。 ろくろを引きます。ナマス皿専用に作ってあるハベラを使う。形とサイズが決まっているので、測らなくてもサイズが揃う。なのでトンボは使わない。いつも通り土殺しから。センターが出たら中心から土を手前に引いていきます。深さを意識しながら引く。ろくろ目が入らないようにゆっくりと手を動かします。高台周りの余分な土を取る。底切れ防止のため団子ごてで土を締めます。これ大事。鹿革を使って後辺を玉縁にします。ハベラを使う。ハベラは最終的な形の確認の意味合いが強く、コテを頼って作ると雰囲気が硬くなるので注意。中心を一撫で、ラインを入れます。ワイヤーハリスでカット。そして殿下の方とポッドリフト。どんどん作っていきます。少し乾かしたら包帯削り。そばチョコを作ります。1つ 300g。 小さいけれど一つずつ練ります。今回はトンボを使います。幼魚地によってトンボの作り方が異なりますが、そのあたりはまたいずれ。センターを出す。センターが出たら土を引き上げていきます。手取り感を考えて厚みに注意しながら上に引き上げる。重心が下側に来すぎないように注意。エゴ手を使って底を締めます。高台周りの余分な土を取る。
べらで内側をきれいにします。そばチョコ専用のはべらではないので、今回はトンボでサイズをチェック。直径が少し小さかったので広げます。トンボで折れた部分を整える。ワイヤーハリスでカット。トントン作れます。仕上げは明日。乾燥時間はご飯の時間。天然のマダイが1匹、春の桜ダイ。鱗を取る。水に当てながら鱗を取ると飛び散らなくて良い。表面の腸炎ビブリオ菌は真水に弱いので食中毒防止の効果もあり。細かい部分は包丁で取ります。ほっぺ、頭、エラブタ付近。この大きなお腹はマコか白子か。個人的希望はマコ。腹回りも忘れずに。内臓を切らないようにカット。気を取り直して頭を外す。やっぱり白子。お腹を裂きます。そーっと白子を外す。これは後ほど使います。さて、身の方はどう切ろうか。尻尾側の人はかわいそうだし悩ましい。胴体3切れ、尻尾とカマで1セットか。方針が決定したので切ります。骨の間を狙って力をかける。レバーではない船行きですが大丈夫。尻尾を落とします。塩と酒を振っておきます。その他の食材、昆布、新玉ねぎはざく切りに、しめじは下側を外す、セロリと人参は大きさを揃えてカット、それぞれなます皿にセットしていきます。蒸します。お湯を十分に沸騰させる。蒸し器が小さいので一皿ずつ蒸していきます。蓋をしてしばし。待ってる間に2杯酢を作る。醤油、シークワーサー。冷蔵庫から発掘されました。キレッキレの酸味。さてさて、やけどに注意。ずいぶんごちゃごちゃしていますが、食べやすい部分は家族へ。自分は釜と尻尾。食べにくいが美味しい部分でもあります。日本酒と一緒にちびちびいただきます。いやはや、いやはや。
白子はさらっと煮つけました。もみじおろしを添えていただきました。高台を削ります。シッタを使わずにろくろの天板に伏せて削る。緩衝材を濡らしてろくろの天板に貼り付ける。動かなければ OK。 生す皿を伏せておきます。側面を叩いて中心を合わせる。蓋コレクションから選ばれたのは茶筅の蓋。中心を押さえながら削ります。摩擦軽減のため水を少し入れます。カーブに合わせて削っていきます。コンパスを使って高台のサイズを決める。水平に削っていきます。畳付きの水平は特に慎重に。高台サイズを確認。蓋で押さえつつ高台の際を削る。高台の高さを決めます。側面を削る。削り終わったらラインを入れます。これは個人的な習慣。高台の中を削っていきます。中心から外に向かって削る。おおよそのサイズまで削れたらカンナに持ち替えて角を決める。中心をひとなで。刀印を入れます。よし。続けてどんどん削っていきます。反り上がり防止のため2つ合わせにして乾燥。さて、焼成後扱いやすいシンプルな形で生活から導かれたサイズは現代の食卓にもマッチします。まさに一気多様の器、生す皿。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価、チャンネル登録もぜひ。